僕もね、本当に申し訳ないなと思ったんですよ。まあ、ちょっと聞いていただければわかるんですけれども、割と同じ厚さに全部切ります。うん、それでニンニクを一かけしか使ってないじゃないですか。ニンニクは半株使ってください。半分も使うんだ。うん、へえ。三か四かけ、うんうん、これね、を半分に切って、芽を取って全部。うん、その後それをこのぐらいの同じ厚さにこう。うん、でこれをここに、まあ、平たく並べます。で火はもう一番弱、弱いですね。一番弱でじっくりじっくり黄金色になるまで片面を焼きます、うん、でひっくり返してやると、あ、フライパンをこう傾けるのね。でオイルがもうこう揚げるみたいにする、うん、でこう全部丁寧に裏返します。全面きつね色ぐらいになったら、あんまり焦がしちゃダメだからね、うん、早いからね。そしたらもう上がこうなってんのに、ここがもうふっくら膨らんでくるんですよ、お餅みたいに、うんうん、こうなったら食べ頃なので、はあ、これとともに鷹の爪を2本入れといてくださいね、はあはあ、これでアーリオオーリオの完成です。これでアーリオオーリオの完成です。これでアーリオオーリオの完成です。完成聞きましたか、こういったようにですね、始まる前にちょっと小野坂さんにどうやったら、料理うまくなりますかねみたいな話聞いちゃったんですよ。で、丁寧に答えていただきまして、毒気が抜けちゃったんですね。なんで、あ、まずいなとは思ったんですよ。予想通りでしたね。予想通りでしたね。俺は、悪魔だけどね。そろそろ始めますよ。